コインテレグラフジャパンへようこそ。ということで、まあもうタイトルの通りなんですけど、今日はスペシャルゲストに来ていただいております。今日は元 LINE の社長であり、現 C チャンネルの社長でもある、日本の代表的な実業家の森川さんに来ていただいて、でもう一人は日本と海外でもうメタバースゲームファイの世界で旋風を巻き起こしている元素騎士オンラインというプロジェクトの社長のマキシーさんという、まあ、お二方に来ていただいてます。でこの会話では、まあ、メタバースの魅力だったりとか、このプロジェクトの魅力みたいなところを、まあ、いろいろ語っていただいてます。で今回森川さんがこの元素騎士オンラインの顧問アドバイザーに就任されたということなので、まあ、そこのこう背景だったりとか、このプロジェクトにかける思い、まあ、そしてこの業界がどう変化していって、どういうふうな社会的な影響を与えるのかみたいなところもあの話しているので、最後までぜひ見てみてください。まあ、前半では森川さんやマキシーさんが、このメタバース NFT ゲームファイに期待するところで、後半ではそれらがどういった形で、まあ、社会的影響を及ぼすのか、またこのプロジェクトどういうところが面白いのかみたいなところも、ね、触れているので、ぜひ最後まで見てみてください。ではどうぞ。でなんかそういう意味でやっぱりこうある程度そこでコンセンス、なんかその合意っていうか、やっぱりこの世界って来るんだろうな、止められないんだろうなみたいなところってやっぱなんかあるんだろうなと思うんですけど、なんか一方で多分見てくれてる人の中で、 でも具体的にどういう影響がある、社会的影響があるんだろうって結構話題になったりすることがあると思うんですけど、で例えばなんか自分の中で思うのは、プレイトゥアーンって、もう初めてこれ聞く人もいると思うんですけど、ゲームをプレイするとお金が稼げるみたいな新しいシステムがあるじゃないですか。それだとそれこそなんか仕事の在り方とか、なんかそれこそ教育の在り方とか変わるのかなとか、なんか思ったりすることもあるんですけど、なんかそういった、まあ、メタバース NFT ゲームファイが来ることによるなんか社会的 なんか影響とか、まあ、もしくはちょっと広げて DAO でもいいんですけど、働き方の変わる方とか、なんかそういったところってなんかあの示唆とか、なんかあの思うこととかなんかあったりしますか。あの例えばじゃあ森川さんでも。あ、そうですね、うん、あの、まあ、今インフルエンサーマーケティング事業やってて、まあ、まさにこう個人が輝く時代というか、うん、まあ、YouTube もあり、あの Spotify で配信したりとか、うん、まあ、それで収益を得られる時代になってきて、まあ、僕の前職で言うとあのスタンプを作った小学生がシェアの収入を超えるみたいなことがあって、まあ本当に、まあ、それがまたどうかという考え方はあるんですけど、ただなんか夢が持てるというか、才能があればあの、まあ、学歴がなくても、あの両親がお金がなくてもあの世界を変えられるみたいなところがもっともっと現実化してくるのかなと思うと、あの学校の教育の仕方も変えていかなきゃいけないし、まあ、本当にこうなんでしょうね、生き方が問われてる時代なんだろうなというのは実感してます。うん、なるほど、確かに考えてみたらそうですよね。なんかスタンプ LINE とかでもありますけど、なんかそれでなんかとんでもないお金を稼げる人もいますもんね。そうですね、うん、年間あの1000万以上稼いでる人がいたので、最近もなんかその大学生のサークルの人たちと会ったら、昔まあ僕たちの時代だとイベントサークルみたいなのがあったんですけど、はいはい、まあ、今ゲームファイサークルみたいな感じで、あるんですね、サークルなんかあれをゲーム内で稼ぐみたいな話で、まあ、むしろアルバイトでもいいよねみたいな話されてたんで、まあすごいすごいな、ここまで来たかというふうに思いまして、うんうん、でも楽しいですね本当に、うんうん、なんか面白いですね、まあ、でもそういう人たちが日本にいるってすごくなんか頼もしい感じがしますね、うんうん、そうですよね、うん、本当に、うん、なるほど。マキシーさんはなんか特にどうですか、なんか作ってる提供してる側からするとあのなんかこう社会的影響を与えてるなっていう感じをしますか。そうですね、はい、まあ過去はいわゆる Web 2.0 時代、いわゆるその、まあ、Web 上でも中央集権形があったんですけれども、うん、今あの森川さんの話もあったんですけれども、うん、そのインフルエンサーやいわゆるそのクリエイターの作品やその例えば SNS での投稿が、まあ、ブロックチェーンと Web3 技術によって、それはもう Proof of something っていう、まあ証明できる事態になったんで、実際にどこで何をしたか投稿して、それがどういうエンゲージメントあったかとか、それ全部ブロックチェーンを使えばあの証明はできるようになったんで、そういう意味では、まあ、自分の価値をしっかり証明できる事態になってきてるんで、それプラットフォームに限らず、あのもうどこ行ってもあのそれはもうデータとして証明できる時代になったので、まあ、そういう意味ではその先ほどのプレートワンもそうですし、あのまあ、元素騎士っていうとあの実はその UGC と1っていう機能も実は作ってありますんで、あのユーザーさんが
ある程度の条件をクリアするとゲームの中にもう自分オリジナルのモレツが作れるんですね。それはまあ、いわゆる NFT を、まあ、ミントする、いわゆる作るという機能でありますけれども、それはゲームの中での例えば、まあ、道具や、武器やアイテム、まあ、自分の好きなような形にちゃんと、まあ、そういう UI をツールを提供するんで作っていただいて、もちろんある程度運営の方でも審査して、それ通ったら通ったらもうゲームの中にも自分が作った、キャラクターやもうオブジェも出てくるんで、もう本当にもう完全オリジナルのもの、それをあるパラメータもつけてゲームの中でこうゲームを進行するのに役立つものや、あるいはそもそも、まあ、スタイリッシュなものであればもう見るだけで楽しめる、うん、それがバリュー価値が、出てくると、まあ、ゲームの中で取引やそもそもそれを、まあ、専門用語でブリッジスワップして、NFT マーケット、うん、オープンシーやその他でも売買はできるようになりますんで、そういった感じでプレート案と幻想騎士の、まあ、UGC とはこれもある意味そのソーシャルメディアみたいな感じで、まあ、自分がオリジナルものを作ればそれはもう世間に認められて、それはもう価値あるものだと世界から思われれば、それはそれでその人の、プロフィット収益につながるんで、すごい、まあ、理想的な新しいその、まあ、稼ぎ方やその新しいスタイルのビジネススキームとしてはもう成り立つんじゃないかなと、思います。はい、なるほど、面白いですね。もうなんかもうもはやなんかなんかほっといたらなんか勝手に国ができちゃうみたいな、わかんないですけど、あ、そうかもしれない、自治体ができてるみたいなこととかなんかありそうですよね。あ、うん、そうですね、はい、そうですよね。まあ、もともとオンラインゲームってそういう世界があって、ただオンラインゲームの中で閉じてたので、まあ、昔よくオンラインゲームで人気なくなるとゲーム終了みたいな時に、もう大変炎上して今までの俺たちがどうしてくれたみたいな感じで結構燃えてたりしたんですけど、こういう形になるとそれが引っ越しができたり活用できたりとか、まあ価値がある意味残るので、なんかある意味、まあ今後多分これからそれがその遺言書とかに書かれるような時代ができるとなると、すごい面白い時代だなと思ったりしますね。なるほど。なんかちょっと余談になってしまうんですけど、自分の友達がアメリカで要は何ですかね、牧師さんなんですよね。でオンラインでなんか教会を、まあ、運営しているんですよ、コロナの関係もあって。でこの間一昨日喋ったら、いや実はもうサンドボックス上で土地買ってそこで教会作るって言ってて。すごいですね。でそこでこうなんかチャーチですか。チャーチです。でそこでこうなんか要はそういったコミュニティが集まってなんかその崇拝するとかなんかあるらしくって。うわ、まあ、なんか本当に世の中変わってきてるなっていう感じはちょっとなんかしましたね。あ、本当にいろんなまた職業が生まれてきますよね、きっと。間違いないですよね。うん、なんかその、まあ、やっぱりこのいろんな形が、まあ、ある中でやっぱりこの幻想騎士がこう今結構こう盛り上がっていて、こうなんか目にすることが多いんですけど、まあ、今回もなんかこうね、森川さんもこう顧問として入られてっていう意味で、例えば森川さんとしてはなんかこの顧問として入られるということは、いやある程度こう、まあ、なんか魅力に感じたところもあったりするのかなと思ったんですけど、なんかどういったところがこう、はい、まあ、魅力に感じたところなんですか。そうですね、やっぱり、まあ、まあ、私ゲームの事業やってる時に、結構その日本のゲーム会社いいものを作ってたんですけど、まあ、今ちょっと世界的にやられちゃってるところもあって悔しいなと思う中で、まあ、今回返してるチームも私昔からの知り合いで久々に会って、あ、そうなんだっていうところで、なんかそのあの時語った夢をもう一度なんか実現してくれるかなと思ったらちょっとワクワクしてきちゃって、まあ応援したいなというところなんですよね。でも多分まあなんかやっぱりこう今漫画もそうだし音楽もそうだし韓国が強い中で、まあキャラクターに関してはまだまだ日本に強みがあるので、なんとかこれを生かした新しい収益モデルができて、まあ、若い人たちがなりたい職業ナンバーワンみたいになってくると多分国も浮かざるを得ないので、なんかそんな風になるといいかなという期待はしてますね。確かに、まあ、なんか今小学生とかだと、まあ、YouTuber になりたいとかってありますけどね、例えばなんかそれがメタバースのここなんかメタバースの中のこのキャラになりたいとか
そうですよね、うん、影響力ナンバーワンになりたいとかありそうですね、うん、おっしゃる通り、うんうん、私はアニメでしたけどそれがゲームファイになったりしてよりこう稼いじゃったりすると、うん、もう現実味を帯びますからね、うん、なるほど。なんかちょっとあの聞いていいのか、まあ、答えられないかもしれないですけど、例えばなんか森川さんこうやっていろいろこの業界にこういった顧問として入られてくる中でやっぱり今興味持たれてるじゃないですか。今後なんか自分でちょっと一発仕掛けてやろうみたいな、なんかそういったこととかなんか思いとかいろいろあったりするんですか。そうですね、まあ僕自身がやってる今インフルエンサーマーケとか、うん、グループ会社で投げ銭でオーディションやるサービスとかでやってまして、まあ、このあたりも多分今後クリプトとつながってきたりとか、うん、Web3.0 とつながってきたりっていうのはあるかなと思ってまして、やっぱりどうしてもこうプラットフォームに依存する収益モデルじゃないですか、うん、日本は。まあそれにちょっと搾取されてるとちょっと怒られちゃいますけど、うん、もそれがこう変わる時代がきっと来るだろうなと思って、まあ、それをちょっと先行してやってみたいなという気持ちはありますね。おお、めちゃくちゃ楽しみですねそれは。じゃあそれこそまあメタバースの世界なんで、まあ、それこそまあ元素騎士とコラボみたいな話ももしかしたらあるかもしれないですもんね、うんうん、そうですね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあすみません、じゃあちょっと時間もそろそろ約束の時間に来てますんで、まずプロジェクトの、まあ、ちょっと進捗というか、まあ、いろいろこう発展があったと思うので、マキシーさんの方からこうなんか今後のこのコミュニティに対するこうなんか PR とか、こういったことがあるよみたいな話とかですね、いただけますか。はい、ありがとうございます。はい、まずまあ、はい、まず感謝ですね。本当に去年12月から、プロジェクトをローンチしてから、2ヶ月足らずで今コミュニティ総数が今20万人を超えてしまっているので、もうすごく まずサポートしてくださっている皆さんも本当に感謝を申し上げないと、この場を借りて感謝を申し上げます。とともに、あさって、まあ、この動画録画してあさって27日ですね、バイビットのリスティング上場が、しますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いしたいのと、ゲームのローンチが今年の8月となりますので、それまでに予定では2月、5月、6月それぞれ NFT のオークションやゲームのアルファとベータクローズテスト、それぞれ5月と9月に予定していますので、ネイティブトークの MV トークも当然リスティングしてから、そこからステーキング機能をもう実装して、まだまだ盛りだくさんのイベントや新しいアナウンスがありますので、ぜひ皆さんディスコードやテレグラム、ツイッターで、フォローしていただけると、嬉しいです。今後とも、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう一応すべてのリンクと情報は下に概要欄に貼っておくので、この動画を見てらっしゃる皆さん下に行ってぜひフォローして、最新情報はそこから見ていただければと思います。ちょっと最後にお二人から、まあ、一言、まあ、この今年ちょっとこのメタ、元素騎士オンラインにかける思いとかちょっと一言いただけたらと思うんですけど、森川さんの方からいいですか。あ、そうですね、うん、まあ、いわゆるこう日本の可愛い世界観というものがゲームになって、うん、かつそれがゲームファイとして出てくるというのは本当に個人的にも非常に楽しみでもあり嬉しくも思うので、ぜひ皆さん応援してください。はい、ありがとうございます。じゃあ牧瀬さんの最後に一言。はい、はい、分かりました。まあ、メタバースゲームファイティーも本当に今いろんなバズりワード今始まっている Web3.0 時代、やはり一番ハードルが低く入りやすいゲームファイを選んでですね、まあ、皆さんぜひメタバースや NFT が分からなくても、元素騎士に来ていただければメタバースの最初のステージとしてぜひお役に立つと思いますので、今年は元素騎士に、ま、ぜひ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう本当にこの、まあ、初めて見てらっしゃる方もいると思うんですけど、例えばなんかテクニカルなウォレットとかそういったものも必要なく簡単に誰でも始められて、でもうそれも受けてもう世界中でもう大旋風を起こしている、プラスここで森川さんも入られてどうなってしまうんだろうっていうのが個人的な意見なんですけど本当にありがとうございます。まあ、そこも含めてね、なんか日本のこのトップ事業家たちが集まるとどうなるんだみたいなところがすごく、まあ、一つ面白い点かなと思うんで、ぜひ皆さんも下のリンクから飛んで見てみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わら
終わりたいなと思うんですけど、またぜひなんかこう定期的にこういったアップデートさせていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。 Cointelegraph Like, Subscribe and HODL